筋肉の角度は45度。どうもタタチャンネルです。本日の食材はこちら、はい、こちら氷の塊、これはね、ウシガエルでハントに出かけてた時に道路で引かれていたものでございます。ウシガエルってね、意外と陸上も移動するんですよ。なので道路で引かれてることも多々あります。そしてまあまあこの個体でかいですよね。いや、これ生きてたらな。まあ結構潰れてたんでね、頭の方は結構潰れてはいたんですけど、まあ、胴体は意外としっかりしてたんで、あ、これ食えるなってことで持って帰ってきました。そして本日はこちらのウシガエルを使って10分でできちゃうウシガエル料理を作っていこうと思います。イエーイ。それではレッツクッキング。だいぶ溶けてきましたね。これ体色が明るい個体ですね、この子は。ちょっとね、今回はウシガエルっていうのと、あとまあね、野外で引かれてたやつなんで、中ではさばきたくないなってことで外でさばきます。はい、今回はね、前足は諦めて後ろ足だけ使おうと思います。まあだいぶこっちの方とかはね、まあ引かれた個体なんでぐちゃってなっちゃってますけど、こっちは意外と綺麗でしたね。まずそれではこちらのお肉に切れ込みを入れていきたいと思います。軽くでいいですからね。簡単クッキングということで、とにかく早く火が通るように、とにかく早くということでね、切れ込みを入れていきます。もうぐにゃって曲がってるから、ほら形がおかしくなって、骨が折れてるんでしょうね、多分この中でボキッとなってるから、ほら太ももがおかしいんですよね。はい、こんな風に切れ込みが入れれました。はい、それでは調味料を作っていきます。まず醤油が大さじ1、みりんが大さじ1、砂糖が大さじ1、お酢が大さじ1、片栗粉が小さじ1杯ぐらいですよ。ソースが小さじ1。こちらを混ぜ合わせます。はい、それでは玉ねぎを薄切りにしていきます。芯を通して、そして芯を落とします。こんな感じかな。芯を落とします。この方向ではなくて、この繊維の反対、逆らう形で薄切りにしていきます。はい、玉ねぎの薄切りが完成しました。はい、それではまずはサラダ油を敷いて、と中火で熱していきます。では温まってきたところで、先ほどの薄切り玉ねぎを入れていきます。そしてこちら、透き通るまで炒めます。だいぶしなっとしてきましたね。はい、そしたらここで先ほどのウシガエルを投入します。よいしょよいしょ。でこちら、しっかりと焼きが入るまで炒めます。色が変わるまでね、お願いしますね。まあ、じっくり火を通したいので、ここで蓋しましょうか。蓋をします。蒸すにはね、やっぱり蓋が一番ですね。はい、玉ねぎが茶色く焦げついたあたりで、ここでタレを入れていきます。はい、そしてまた蓋します。はい、さてどうなっているか、開けますよ。じゃーん。ギリギリ、これギリギリギリですよ。何でもこういうのは何でもギリ。よし、ここでストップ。はい、これで盛り付けていきます。よいしょ。はい、仕上げにオレガノを散らします。で、プチトマトを、よいしょ。かわいく、ウシガエルの5分でできちゃう簡単照り焼き完成でございます。
すべての食材に感謝を込めていただきます。それではいただいていきます。うん、あうめえ、あいいね。道路でぐちゃってなってたやつとは思えないね。まあ間もないですからね、引かれて間もないからおいしい。ちゃんと火は通ってるか。うん、あプリップリ。まあ引かれちゃったんで、あの血抜きとか全くできてないんですよ。でもうまいですね。あと分かった、これあとね、この牛ガールが見つかったところはいつも僕が取りに行ってるドブとは違うんですよね。ドブじゃなくて結構清流に、清流沿いの道路なんですよ。マジで水が透き通ってる場所の川沿いの道路で見つけたやつなんですね。あ、だからかな。あ、いや僕あの生活排水のところで取れたやつとか気持ち悪いってみんな言ってるじゃないですか。僕そういうの信じなかったんですけど、あこれ実感したかも。あ、他のやつって最初の方とかね、多少なりともね、ん？みたいなことあるんですよ。あれちょっと匂うの？みたいな。ちょっと生臭い？みたいな。あ、これ1ミリもないわ。あー、血抜きしてないのにこれか。やっぱ清流のやつは違うな。多分スッポンとかもそうなんだろうな。ドブで取ったやつとちゃうんだろうな。あ、うめえ。ね、なんかこの照り焼き最高。五つ星レストランで出せるんじゃないですか、これは。うめえ。ここね、車に轢かれてちょっと折れてるとこだからちょっと気をつけないとね。もう私にとってはもう轢かれていようが多少腐っていようが、それはね、全ては感謝すべき食材ですから。この世にあるものね、ほんと関係ありません、そんなこと。あ、うめえ。あー、やっぱ河原で取った方がいいんかな。ドブのやつはやっぱり、いや美味しいんですよ。最大限の努力していつも美味しくしてるんですけど、河原沿いで取れた牛ガールには勝てないな。あー、全く匂わないね。やっぱ影響あるんだな。影響あるわ、これは実感したな。なんだこれ、何これ何これ何これ、ん？ん？なんだこれ？ん？な、なにこれ、なにこれ？あ！え？これなにこれ？え？なにこれ、なにこれ？あ、奇形だ！え、やばいことなってるぞ、これ。え、これ大腿骨でしょ？え、大腿骨だよね。あ、これはすごい！奇形になってる。この子、奇形持ちだったんだ。この部分一緒なんですけど。もう骨がね、膨らんでるんですよ。こう、細いでしょ？こっち、膨らんでる。あ、奇形だ。骨が奇形になってる、これ。腫瘍でもできてるんかな、なんか。めっちゃ膨らんでる。奇形だ。これなんか大変だったんだな。ちょっと運動能力も低かったかもしれないですね。こんな足だったら、ちょっと。まあ、それで引かれちゃったと。ごちそうさまでした。美味しかったです。ありがとう、牛ガエルさん。はい、ってことでね、牛ガエルの5分でできちゃう簡単照り焼きは大成功でございます。いや、途中ちょっとびっくりしましたね。まさか奇形だったとは。ほんでやっぱり生活排水のやつも変わらねえよって僕は思ってたんですけど、やっぱ清流のやつって違いますね。まあ、牛ガエルはね、残念ながら清流にはあんまりいないんですよ。いないことはないんですけど、やっぱりああいう生活排水とか栄養素がいっぱいある場所、まあ、汚い場所って不栄養化って言ってですね、まあとにかく汚いって一見みんな思いますけど、栄養的にはめちゃくちゃあるんですよ。まあありすぎるってことでね、汚いってことなんですけど、
まあ、やっぱウシガエルが成長過程ではやっぱりデトリタスだとかね、そういうものをいっぱい餌にして大きく育つやつなんで、清流ではちょっと育ちづらいと。だからね、清流のやつめっちゃうまかったんですけど、清流で取れな、あんまり取れないっていうのがね、ちょっと残念ですよね。皆さんもこのウシガエルの5分でできちゃう簡単照り焼き、挑戦してみてはいかがでしょうか。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。次回もお楽しみに。バイバイ。